まあ、それにしてもね、まあ、昨日は品川区長選挙のね、まあ、再選挙っていうのがあって、まあ、その結果がですね、まあ、前回、えー、あのー、1ヶ月ぐらい前ですかね、前の品川区長選でトップだった森沢京子さんが、まあ、4万695票っていうふうに、えー、まあ、前回からですね、1万、 三千3000ぐらい増やしてなんか当選されたということで、まあ、本当、なんか再、再再選挙になるとかっていう風にまあ言,われて、えー、言われてたというかね、なんかそういうのもあるかもみたいな風にマスコミが入ってたんですけども、まあ、今回はそうではなかったと、まあ、いうことでね、でまあ、その次に、えー、自民推薦ですかね、あの自民が推してた、ね、石田さんという方が2万3000票ということで、 まあやっぱこれもやっぱり、あのー、まあ、地味の限界なのか、なんかよう分かりませんけども、まあ、本当なんか、あの品川区長選、まあ、再々選挙にならなくてよかったなっていうのは気するんですけど、まあ、マスコミがね、この間え、再々選挙になるかもとかっていう、まあ、そういう効果もあったのかなみたいな気もするんですけども、ほ、まあ、他いろんな、6人候補出てたんですよね、品川区長選っていうのはね。 まあ、ただ僕は気になったのが、まああのえーまあ、共産党とか、まあ、立民系って言っていいんですかね、まあ、そういう候補が出てて、まあ、あのんで今回からですね、まあ、国民民主党推薦の候補っていう方が出てたんですけども、まあ、その方の得票っていうのが3 1百0 3 1 3票ですかね、まあ、3000票台っていうのがちょっとあの びっくりしたというか、あ,あんまり全然取ってへんなっていうのがね <laughs>、気になりましたね、あのその次に共産推薦の候補ですかね、あの方が7000票、えー、で、7000票のその次に3000票っていうね、もう、もう共産候補の半分以下っていうのが、国民民主推薦候補の結果っていうのに、ちょっと。 えー、びっくりしたというか、まあ、この国民民主党の推薦候補の応援にはですね、前原誠二さんが、えー、なんか応援に来てたっていうね、まあ、この方のツイッターにもですね、写真付きで、あの、載せてあるんですけども、まあ、前原さんの、あの、いや、なんていうんですか、その、効果っていうのはどうだったのかなっていうのはすごく気になりましたね。まあ、国民民主党もね、なんかあの、この間、 えー、なんか、連立っていうかね、自民党連立するんちゃうかも、自公国で、なんか連立みたいな報道ね。まあなんか、あの、党首的にはみんな否定してるんですけど、岸田さんも公明党も、えー、国民省のね、玉木さんもなんか否定してるんですけども、まあその辺もちょっと <laughs>、影響は、そんなはないと思うんですけど、なんか、 えらい撮ってないなっていうのが、まあ、ちょっと、あの、気になったかなっていう、まあ、感じは、あの、しましたね。うん。まあ、ほんで、ま、この昨日はですね、ま、昨日から今日にかけて世論調査っていうのがね、読売の世論調査と TBS 系の JNN 世論調査っていう出てたんですけども、まあ、昨日の読売、 えー、ではですね岸田内閣支持率39%、5回連続の、えー、下落傾向に歯止めっていうふうにね、まあ、の読売の調査では、ですね30前回36%だったのが、ですね3ポイント上昇して39%になったと。まあそれでれあえー 5ヶ月連続の下落傾向に歯止めがかかったっていうふうに、まあ書いてるんですけども、ただ読売でもですね、不支持率は52%なんですよね。前回から2ポイント不支持の方が上回ってるっていうことで、まあこれがなんか歯止めと言えんのかなと、不支持の方が増えてるわけですから、 支持率39%に対して、えー、不支持が52%っていうね、13ポイントですかね、もうそれぐらいの不支持の方が上回ってるんですから、これは歯止めと言えるのかなっていうのは、なんか思いましたけども、まあ、そこにきてね、今朝、えー、もう夜中なんですかね、なんか出て。 みたいなんですけども、その TBS の,、ね、の JNN の世論調査、えー、これ2時ごろに、夜中ですよね、やっぱ2時18分に配信って書いてるんで、まあ、これがやっぱり内閣支持率が34.2%で最低更新と。 菅内閣の末期に近づくっていうふうにね、まあ、書いてるんですけど、まあ、これがやっぱり偉いなと思うのが、やっぱ不支持率ですね。まあ、読売でもですね、52%というふうに出てるんですけども、この JNN 世論調査の不支持率っていうのが、岸谷内閣の不支持率っていうのが 61.、61.9%と、 初めて60%台となりましたっていうふうに書いてるんですよね。まあ62、62%と、まあ、言っていいんちゃうのかなっていうね。で、支持率が34っていうことですから、まあ、ほんまなんかこう、だからもう過半数っていうか、もう6割の人が支持してないっていう、この岸田内閣っていうのはね、まあ、僕は本当なんか、 ひどいというかね、まあ、でもこの間、統一教会の問題に対して救済法案がね、まあ、今度通るのかどうか分かりませんけども、まあ、救済法案がそのどこまで実効性のあるものかということに関しても、この JNN で聞いてるんですけども、実効性がないと答えた人が56%と半数を超えてると。だからやっぱり あの寄付の問題とかね、なんかいろいろ、ちょっと忘れましたけど、いろいろ細かいのが出てるんですけども、いや、本当それがあの、本人が自主的に寄付したら、もうそれはもう取り戻せないみたいな、ね、なんかそんな報道も出てたような気がするんですけど、だからその救済法案っていうのが、まあ、本当にその救済になるのか、ならへんのかっていうとこをきっちりやらなあかんと思うんですよね。 親族があの請求したら取り戻せるのかとかですね、だからそこが本当になんかもう、あのなんていうんですか、まあ、公明党というかね、創価学会が支持母体の公明党も、ですねなんか寄付の問題に対しては、ちょっと及び腰みたいになってるようにね、まあ、そういうふうに報道もされてたと思うんですよ、まあ、創価学会だってね、その寄付いっぱい、えー、している人もいると。 今度、えー、この西東京市議選に出る、ねあのー、間違いないの人も長、ね、井さんでしたっけ、もう言ってはったと思うんですよね、あのー、親が、えー、公明党の市議なんですかね、でまあ、熱心な、ね、信者でもあったということで、なんかそれが、えー、デイリー新庄か、えー、週刊文春がどっちか忘れましたけど、なんかその告白されてましたけども。 いやだからでも、でも僕はまあ創価学会よりも、やっぱり統一教会の今までやってきたことの方うが、よっぽどね、それはもう悪質だと思うんで、だから別にその公明党が別にそこまで気にする必要ないんちゃうのかなと思うんですけども、本当に、あのなんていうんですか、これはもう、救済法案というのともう対統一教会とかね、統一教会の。 あのに対してのものなんでね、やっぱ厳しくやっぱりやるべきでしょうっていうふうに僕は思いますけどもね、うんまあまあ、だから本当はまあ実効性がないって答えてる人が半数超えてるっていうことはやっぱりくないと、だからそういう意味でも,もう野党がね、まあ、もっとあの実効性のあるものにできたらね、僕は野党の支持率だって、僕は上がるんちゃうのかなっていうふうに。 まあ思うんですけどもね、うんまあ、な,んかなかなかこ,うこの統一教会の問題もね、まあ今年はね、やっぱ安倍さんが銃撃されて亡くなってから、やっぱりずっと、まあ、大きくなってるかなっていうかね、やっぱりずっと、まあそれはきちんとしたこの救済法案とかが出なかったら、くすぶり続けると思いますよね。でやっぱその 救済法案被害が拡大しても、救済法案、意味ないじゃないかってなったら、やっぱりあかんわけですからね、だら本当よく考えてほしいなというふうには、まあ、思いましたけども、もまあその野党の政党支持率っていうのも、ですね読売ではですね自民党が33%。 立憲民主党が6%、日本維新の会が6%などでっていうふうにね、他無党派層は42%で変えてるんですけど、えー、まあ、あの立憲民主党は6、維新が6って、立憲民主党がさなんで、まあ、かろうじて立憲民主党が維新に勝ってるのかなっていうのは思うんですけど、まあ似たようなもんなんだろうなと、ただでも、この JNN 世論調査の方でいくとですね、こ 県民主が5.6%、えー、前回が0.6ポイント下がっていると、で維新がですね5.0%で、えー、前回から1.7ポイント下がっているっていうね、だからその維新のが下げ幅が大きいんですよね。 前回だったら維新が立憲に勝てたでしょうけども、あの今回は大幅,に大幅というかね、1.7ポイント下がって、立憲に負けてるっていう、だこれはどういうふうな影響があるのかなっていうのを考えると、ですね、やっぱりのこの間、尼崎商長で維新が負けたっていうのも、ひょっとしたらあのちゃうのかなみたいなね。 えー、兵、兵庫県の選挙で5連敗でしたっけ ?5 連続、あの、負けたっていうのはね、まあ大きく報道されたり、まああとは長崎市長選ではゼ0ちっていうかね、8位ちょうどに、えー、大差でですね、今の、あの、松本さんという方が新しい市長になったとかでも、そういう影響もあるのかなっていうのも、まあ思ったりするんですけども、まあ僕は気になるのが、やっぱその JNN の政党支持率で気になるのが、やっぱその参政党がですね、 1%, 1っていうね、になってると、前回から0.5ポイント上がってるっていうことで、この賛成党っていう存在っていうのは、僕はもまよう分かんないんですけども、ただ賛成党がやっぱり維新をちょっと食ってんのかなっていうかね。 維新と似たような支持層、賛成党というのが似たような支持層で、あの、それはちょっと食い合ってんのかなっていう感じもするんですけども、まあ、これも,もうちょっと、あの、み、みんなわからんかなっていう感じはしますよね。うん。まあ、ただ、まあ、ま、あほんまなんか、 あの来年、統一地方選もありますからね、まあ、そこに向けて、本当にやっぱり各党、あのまあ、立憲なんかもっと、ね、維新と差をつけて、えー、7%か8%ぐらい、常にね、なんかあるぐらいになってほしいかなっていうのは思うんですけども、やっぱり今の代表だと、なかなか厳しいかなっていう、まあ、感じもしますけどもね。 まあ、ただ、この、内閣支率もね、もう、6割ですからね、ほんと、不支持が6割って、っていうことは、不支持が60%ですよっていうね、まあ、当たり前なんですけど。 まあそういうえらいことに僕はなってると思うんですけどもね、本当に岸田さんがもっと不過ぎた、みおさんもね更迭できないとか、ですねあんなこうひどい人っていうか、差別主義的なことをね発言してる人を総務政務官でしたっけ、してるっていうのも僕はもうとんでもないなと思いますし、やっぱ岸田さんの人気っていうのは、僕は。 今後もそんな上がらへんと思いますね。むしろ下がっていってもおかしくないかなと。まあ、読売で歯止めかかったと書いてますけど、いや、まだまだわからんでっていうふうに僕は思いましたけどもね。チャンネル登録よろしくね。